掘っているとこのように、マルチで使われていた黒ビニールの破片が出てきます。土に帰らないので、見つけると取っているんですが、果てしない作業で大地にも海にもプラスチックがいっぱいで問題となっているので、考えていきたいですね。